マリアン・シャレツは、スロベニアの政治家、元俳優、同国首相を務めた。マリアン・シャレツ、リスト代表。政治風刺を得意とするコメディアンだったが、政界に転身し、カムニーク長長を経て2017年の大統領選挙に立候補。2018年の総選挙で、マリアン・シャレツ等から国会議員に初当選し、同年8月17日に首相となった。 1996年に高校を卒業後、演劇、ラジオ、映画、テレビ学院に入学し、2001年に終了。コメディアンとして、スロベニア国営放送のテレビ番組や、ラジオ番組に出演し、政治を風刺した。ゴレンスカ地方出身の嫌味な田舎者、イヴァン・セルペンティンシェク役で、最もよく知られる。ヤネスドルノーシェク役あるエラベツ、オサマ・ィンラディン、フィデル・カストロ、 アントン・ロップ、イエル・コ・カツン、ヤネス・ヤンシャ、アンドレイ・バユクなどのモノマネもした。ジャーナリストや編集者としても活動した。2010年の統一地方選で北部カムニークの町長に立候補した。スロベニアでメディア業界の人物が正解を志すのは異例だったが、車列は第1回投票を2位で終えた後、決戦投票を僅差で制し、当選した。当初は、 ドラン・ヤンコビッチのポジティブスロベニア等に所属したが、2014年の統一地方選では自ら政党を結成して臨み、第1回投票で全体の3分の2を得票して再選された。町長々に当選後は公務に専念するため、俳優を退いた。2017年5月には、10月22日に予定されていた大統領選への立候補を表明した。 メディアでは車列の俳優としての経歴が取り沙汰されたが、車列自身は大統領の権能は厳粛に行使されるべきだと至って真剣に立候補について語った。大統領の役職を単なる名手としてしか見ていないと、現職大統領のボルト・パホルを批判した車列は若年層や左派にアピールできる有力な対抗馬と見られた。大統領選では、 1> 第1回投票で25%を得票し、パホルとの決戦投票に進んだが、惜しくも敗れた。2018年6月、車列は、マリアン車列リストとして、総選挙に臨むと明らかにした。総選挙で、同党は12.6%を得票し、候補者13名が当選、国会の第2回派となった。8月17日、車列は、 第13次政権を率いる新たな首相に選出された。しかし、左派の御政党で発足した連立政権は90議席中43議席しか占めていない少数与党で2019年11月には野党、左翼党の協力も得られなくなり与党が単独で法案を可決できなくなっていった。二千二十年一月には LMS が提案した国が 医療制度の損失を補填する法案にアンドレー・ベルトン・チェリ財務大臣が反発し辞任表明、すぐに謝列も首相辞任を表明し、早期の解散総選挙を呼びかけた。後継の首相にヤネス・ヤン社が就任し、3月13日に首相を退任。ありがとうございます。